国産のバラはその品種の多さが特徴です。これまで多くの品種を生み出してきた呉市の今井清さんです。育種家と呼ばれ、新種のバラ開発を手掛けてきました。で、まあ、こうやってあの下揃えて最初に咲いた花を自分で見られるいうことが一番の魅力ですね。それは世界で最初に見るんですよ。ちょっと嬉しいでしょ。これまで世に送り出したバラは2000種類以上にも及びます。園芸界のオリンピックとも称される国際園芸博覧会で金賞を受賞するなど、世界が注目する新品種誕生の第一人者です。しかし、西日本豪雨が起きる前までは、現在のバラ園のほかにも呉市倉橋島におよそ1000坪のバラ園を構えていました。ちょうど3年前のままなんですよね、これ。この建物はね、まあ、この辺もあの埋まってしまって土砂がずっとあったんですけど、土砂は花を仕分ける作業場まで流れ込みました。しかし温室は土砂の被害は免れました。全滅ですね。そうですね、あの電気が何日も来なかったんで、あの水がやれなくて、まあ、あの枯れてしまったいうことなんですよ。だから建物自体はその被害があったわけではないんですがね、作業場とかなんとかはなりましたけど。摘み取りを目前に控えたバラがつぼみをつけたまま枯れていました。ハウスの中は3年前から時が止まったままです。県とかなんかにもいろいろ中がこういう状態なんで、中復旧するのになんかそういう支援はないんですかいう、まあ、問い合わせもいろんなところにしたんですけど、まあ、結果的に それに対応できるようなメニューはないよいう答えで。土砂崩れでバラ園までの道路は寸断、水やりができない日が1週間続きました。それでも瀕死のバラを生き返らせようと回復に努めた半年間、しかし2万5000株が全滅しました。設備投資したばかりで損害は2500万円に達しました。悲しいよね、はっきり言って。まあ悲しいしか言いようがないですね。で、申し訳ないいう気持ちが、まあ、すごく強いですね。設備投資や被害で膨らんだ融資の返済に頭を悩ませる毎日です。これは匂いするんじゃねえの。暗闇で得た新たな出会い、それは一人のフラワーデザイナーでした。東京から月に一度今井さんのバラ園を訪れます。もうやっぱり清さんのバラは香り、やっぱりイングリッシュ系ののにあるバラのような雰囲気、もう香水のような匂い、そのあたりがやっぱり清さんのもう真骨頂、本当のもう誰にもなかなか真似できないところですね。今井さんのバラに魅せられ業務提携しました。今年3月には今井さんのバラだけを扱うアンテナショップを東京都内に開きました。新たな力添えを得て今井さんは新種のバラ開発に再び全力で取り組みます。世界の人に愛される、作っていただけるようなバラを死ぬまでに一個は作りたいというのが、まあ、私の一つの、まあ、夢なんですよね。そんな願いを抱き続ける今井さん、しかしその前に立ちはだかるのは閉鎖を余儀なくされたバラ園の負債とコロナ禍がもたらした花の消費減少です。西日本豪雨から3年、再建を模索する日々が続きます。